鉄道でで人生を豊かに溝口駅長です、えー、今日はですね、皆さんからいただいている、えーまあ、大回り乗車の教科書に対する読者の声、それを紹介していこうかなと思っております。えー、もう何度も言っておるんですけれども、9月から、えー、私が作った大回り乗車の教科書という、まあ、PDF ファイルを、えー、無料配布しております。 で本当にたくさんの方にダウンロードしていただいてて、今の時点で750人ぐらいの方がダウンロードしていただいております。本当にありがとうございます。で、まあ、せっかくなんでね、皆さんがそれを読んで、どういう感想をお持ちかっていうのをね、ぜひ、えー、聞かせてくださいということで、アンケートにご協力をお願いしております。で、アンケートの方もですね、昨日の時点で50人以上の方が、 回答していただいてまして、本当にね、あの、嬉しく思っております。で本当に読んでるだけでねもう、えー、もうこちらも嬉しくなるような、ね、こんな体験しましたとかね、お役に立ちましたとかいう声をね、たくさん書いていただいております。で、一応あの、まあえー、お願いしてる以上はですね、いただいた結果をですね、読ませていただいてるんですけど、まあ、あのー、皆さんからしたらね、溝、えー、口さん本当に読んでるのと思われるかもしれないので、 あの、もうそれだったらここで全部読み上げようということで、えー、もう、ちょっとね、昨日ね、結構ね、こういう感じでね、あのプリントしております。ので、あの50人分、全部今から読み上げていきます。はい、あのアンケートに書かれた方はね、ぜひ楽しみにお待ちください。ちょっと長い方もいらっしゃるので、あの、一部は端折ってと言いますかね、 えーまあ、ちょっと同じような内容を何度も読んでもあの時間が、えー、かかってしまうので、あのちょっと、まあえー、抜粋みたいな形になるかもしれませんがあ、でも全員分読ませていただきます。で、やっぱり皆さんの声ね、あのー、他の方の参考にもなると思いますし、質問を書いておられる方もいらっしゃるので、わ、えー、かるものはこの場ですぐね、お答えしてお伝えしようと思います。では、ではもうあのいただいた順に、 もう全部読み上げますんでね、えー、スタートしたいと思います。えー、じゃあ、はいある第1号、大阪府のり鉄の浜ちゃんさんからいただいております。えー、営利目的なきしでこれだけの教科書を追出されたことに頭が下がります。随分助かりました。ということでね、本当に嬉しく思います。本当にね無料ですからね、えー、本当に私、最初ね、 もうこれだけのもの作ったら、あの、お金取ってもいいんじゃないかと <laughs> 思ったぐらいなんですけれども。まあでもやっぱりね、皆さんに役に立ってほしいなと。まあ読んでもらわないことにはね、あのー、わかんないですからね。あのー、まあとにかく使ってもらってなんぼだと思ったので、えー、ただで配っております。ぜひお役立てください。えー、次は京都府のクーちゃんさん。えー、っと、大回り乗車は過去に一度だけ琵琶湖一周をしました。 大回り乗車について何も知らなかったのですが、琵琶湖一周を検索していたら大回り乗車ができることを知り、その通り乗車したら成功しました。また機会があったら他でもチャレンジしたいと思いますということでね、まあ、大阪の定番コースですね、琵琶湖一周。まあ、鉄道に限らずね、 あの歩いて回るとかね、自転車で回るとか、まあ、いろんな方法ありますけれども、一番手軽なのは大回り乗車じゃないかなと思います。個性線からの眺めもいいですからね、えぜひぜひ、ビバコ以外でもチャレンジしてみてください。えお次は、兵庫県のトラベラートラちゃんさん。えモデルコースを提示していただき、大変参考になりました。もうすぐ80歳え。溝口さんや仲間の皆さんを頼りに鉄道旅。 大まわり乗車旅を楽しんでまいります。ということでね、感想をいただいております。あと続きがありますね、えー。躊躇していたけど、一度踏み出せば、これほど楽しい体験はめったにありません、えー。高齢者の頭の体操にもってこいのツールです。ありがとうございます。ということでね、本当に嬉しいお言葉、ありがとうございます。本当にね、80歳の方がね、えーまあ、もうすぐということですね、えー、書いていただきますが。結構 読者の方ってあの、年齢高めの方が多いです。60歳よりも上の方が半分ぐらいかな。<laughs> はい。というね、結果が出ております。あと本当にね、あのー、モデルコースといいますかね、どういうコースで行こうかっていう、まあ一筆書きでね、えー、同じコースを2回通らないようにというコースを考えないといけないので、で、あとね、自分が、まあ、行きたいコースであったり、乗りたい列車であったり、 食べたいものであったり、いろいろと考えながらね、どういう経路でもあるのかなって考える、本当に頭の体操になると思いますので、そういう意味でもね、あの行かなくてもあのプラン考えるだけでもね、頭の体操になると思います。ぜひど、どん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 プラン考えてみてください。え次は、千葉県、特命希望の方ですえ。特例が分かりやすかった IC カードと紙切符、えー、中間改札、グリーン車、新幹線などということでね、書いていただいております。 で、えー、関東を中心に半日コースを楽しんでいます。グリーン車はまだ使ったことがないのでチャレンジしてみたい。えー、感想は、えー、ターミナルから離れると人が減っていく、えー。最初から最後まで乗っている人はいない。えー、同じ志の方、以外と。<laughs> えー、で、えー、朝、昼、夕方は高校生が多く、通学の足としての大切さを感じる。駅中で自販機しかない駅も多い。えー、飲食はこの教科書を参考にするとよい。 これだけの内容、駅長さんもライブでおっしゃっていましたが、無料とはありがたいと思います。ということでね、こちらこそありがとうございます。でまあ、本当にそうですね、まあ、関東であればグリーン車を連結している普通列車がたくさん走ってますのでね、まああのまあ、旅行として使うのであれば本当にうってつけだと思います。まあ、平日の朝とかはね、えー、通勤客であの満員だと思うんですけれども、昼間であったり休日は結構空いてますんでね、あの,のんびりと。 え、旅行に使うのはいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ楽しんでください。えー、っと、次は、兵庫県特命希望の方です。 えー、モデルルートを紹介してもらうだけで十分でした。また連れてってください。タリキ本願って書いてますね。えっ、ー、と、大回り乗車体験会に参加していただいた方でしょうか。えー、ぜひね、あの、私もやろうと思ってるんですが、まあ、なかなかちょっと <laughs>、えー、プランを出しておりませんが、また大回り乗車体験会やりたいと思います。ぜひご参加ください。えー、次は京都府、カエルのキッシーさん。いつか房総半島の大回り乗車をやってみたい。 これまで琵琶湖一周しかしたことがなかったので、これを参考にいろいろ行ってみたいということでね、ぜひぜひ、関西だけではなくってね、他のエリア、東京、仙台、新潟、福岡と <laughs> できますのでね、もし出かける機会があればね、ちょっとした時間の合間にね、やろうと思えばできますから、あの、地元以外の鉄道をちらっと見ると、そういう目的でも使えるんじゃないでしょうか。 えっと、次は、京都府南の帝王さん。よくこれだけの内容を簡潔に分かりやすくまとめられましたね。感心しました。関西近郊のチケットの買い方では、100キロ乗車でも基本途中下車できませんが、新幹線利用チケットの場合は除かれます。この場合、100キロを超えるので、有効期間は2日となり、新幹線を利用しなくても運賃計算は同じですので、 在来線で大阪、三宮でも途中下車かとなります。ということで、これ、あの、まあ、大回り乗車の、えーまあ、逆というかな。あの、大回り乗車といいますか、あの大都市近郊区間の中ですと、たとえ100キロ以上の乗車区間であっても途中下車をすることができないんですね。下車前と向こうということで、切符は回収されてしまいます。えー、通常、まあ、大都市近郊区間からはみ出せばですね、えー、100キロ、 を超える乗車券はね、まあ、2日以上の有効期間になりまして、途中下車も可能になるんです。ですけど、大都市近郊区間だとそれができないので、それを回避する技として、途中で新幹線を挟むと、それは大,、えー、大都市近郊区間内のね、大回り乗車じゃなくなるので、えー、通常のルール通り2日以上の有効期間になり、途中下車もできるようになるという意味です。ちょっと口頭で伝えるのは難しいな。 また機会があれば記事にしたいと思います。ありがとうございます。えー、次は、えー、千葉県。こちらも匿名希望の方です。えー、非常にわかりやすかったです。特に禁止事項も明確に書かれていたので、初めての方でもチャレンジできるかなと思いました、えー。私自身、大回り乗車はまだしたことないのですが、駅ナカグルメやそこでしか販売していないもの、 駅弁などを食べ歩くなど途中下車できないが楽しめる方法を見つけてやってみたいですね。えー、普通列車以外も特急に乗車できるのでそこも18切符と違うのだと感じました。とということで、ね、たくさん書いていただいてありがとうございます。で本当に駅中でね、いろいろと楽しめるかと思います。まあ、千葉の方なのでね、えー、首都圏エリアは本当駅中はね、まあ、エキュートとかディラとかいろんな、ね、あのお店。 まあショッピングモールですね。もう本当に駅中にショッピングモールがあるっていうのすごい世界なので、う本当に途中、途中下車でですね、まあ、えー、改札の中でいろいろと見て回れるっていう楽しみもあるんじゃないかなと思います。あと、まあ、18切符と違うというのは確かにそうですね。まあ、18切符は、あのー、特急券買っても特急列車乗れませんし、あと、まあ、期間とかね、決まってないですからね。青春18切符は春、夏、冬っていう特定の期間のみ。 しか使いませんけれども、大回り乗車はいつでも、えー、お盆でも正月でも、えー、関係なくできるというのはね、本当にメリットじゃないかなと思うんで、まあ、使い分けされると思います。あの、18ップが使える時は18ップを使っていただいてね、それ以外の期間は大回り乗車で手軽に旅を楽しまれてはいかがでしょうか。はい、ということで、<laughs> えっと、ちょうど10分になりましたね。えっ、ー、と、ちょうど印刷した1ページ。 読み終わったんですが、これはね、6ページございます。<laughs> えー、ということで、やっぱり1ページ10分ぐらいかな。はい、そんな感じなので、これから6日間ですね。今日は、せして6日間かかるかなという感じです。ということで、えー、まだ読まれてない方、明日以降に読まれると思いますので、ぜひお楽しみに。